please start your warm up? 第2グループの選手の方々は練習を開始してください。第1組終わってオーストリアのラウトゥーワがショート、フリー合わせてトップです。ショートが3分の1、フリーが3分の2のパーセンテージを持ちます。セベスチャン、そしてフィンランド、ドレイ、スペインのアンドラーデ、スロベニア、コパッチ、そして南アフリカ、ヒューマンという順位になっています。荒川静香の登場します第2組、14位でしたショートプログラム。28人が参加した出場したショートプログラム、そのうち24位までがフリーに進んでいます。静香、荒川 from Japan。 頑張れ静香の文字も見えます。 8, ああ右の方に上野絹子さんの姿も見えます。あの平松純子さんのお母さん。 10, Nicole Bolbeck from the USA。 11, Yulia Golubieva from Azerbaijan。 And 12, Anna Rekmio from Poland。 その荒川選手が最初に滑ります。そしてウクライナ、ユリア・ラブレンシュク、チェコのクロバーン、アメリカのニコル・ボベックがこの第2組ショート失敗が続きました。アゼルバイジャン、スピンのあのボロビエワ、さらにポーランド、レシュニーオというこの6人です。10番ニコル・ボベックさん、アメリカ。荒川静香もショートを終えて一つのトリプルジャンプが2回転になりました。練習で決まらなかったコンビネーションのトリプルルッツが決まって非常にうまく気持ちが乗っていけたと。一つのジャンプがうまくいくと次はミスることが多いので先日のショートはそうでしたと昨日話してくれました。フリーは全力を出し切って頑張る、声援があると私は燃えるんですという話、本番に強いタイプですという言葉も続きました。フリーに向けては一つ一つのジャンプを丁寧にやっていきたいというコメントが続いています。彼女のこのフリーの構成は2つの連続3回転ジャンプ、トリプルルッツ、トリプルトーループ、それからトリプルサルコー、トリプルループが成功するかどうか。あ、日本の選手団、河合、田中、アイスダンスのカップルもいます。樋口コーチも、それからショートトラックのコーチ陣も見えます。ペアの新井選手の顔も見えています。スキー、スケート陣の活躍ですっかりあの日本チームのユニフォームが人気が出て非常にあの評判になっています。あ、天皇皇后両陛下もこのホワイトリングにお着きになりました。久永副会長が説明していますが、まあこの大会技術代表の久永さん、ちょうど私どもの放送席のすぐ後ろ高い位置にロイヤルボックスがあります。アメリカのニコル・ボベック、この人がこの位置にいるということは非常に不思議な感じがします。というのはクアン、リピンスキー、ボーベックでアメリカ女子メダル独占かというようなそんな実力もあります。何しろ全て3人が全米チャンピオンの経験者、非常に男性にも人気の高いボーベックは1メートル65センチ、54キロ、20歳です。ウクライナ、ユリア・ラブルンシク、19歳の大学1年生、統一チームでアルベールビルオリンピック92年に出場して14位でした。リレハンメルには出場しませんでした。ま、国の分離独立という環境を乗り越えてこの長野オリンピック2度目の自身2度目のオリンピックの代表です。チェコのレンカ・クロバーナ、3回目のオリンピックになりました。23歳、1メートル71センチ、55キロです。もうこの衣装を見てもお分かりのように今年の曲はカルメン、どんな演技をするか楽しみです。ブロンドのこの
ショートカットの髪が大変印象的、笑顔がとても可愛いポーランドのアンナ・レシュニーを20歳。アンナスマイルがこの後演技の後見られるかどうか。ポーランドといえばあのシュベットという選手がいましたが、14歳でアルベールビルオリンピック出場もありました。まあ、今はこのレシュニーオがポーランドのエースになっています。Your warm-up is over. Skaters, please clear the ice. 練習時間終了です。選手の方々はリンクサイドにお上がりください。リンクサイドからシーちゃんシーちゃんという声。